はい、いつものようにこれを持ってコンビニでコーヒー買いたいと思います。はい、これをまた中に入れ、このセブン入れのホワイトチョコラスクがとっても美味しくてお買い得で、今日も買っちゃいました。やっぱり並んでます。中村屋のコロッケ買いに行きたいと思います。ワイパーを買います。放送自由です。サッシの掃除のペットボトルで水を出すという、これも買います。4個だ。はい、ハム2枚です。はい、ありがとう。汚れてます。皆さんこんにちは、よしかチャンネルです。こんにちは。クリスマスツリーをね、出したかと思えば、うん、もう早々と大掃除をしたいと思います。早いんだけど、うん、今日こんなに快晴やから、うん、あったかいし小春日和、はい、昔はね12月31日とかね、うん、30日かのあたりに、ね、そうそうやったけどね、やってたけど、うん、もう寒いやん。寒い。だからもうここ数年は、うん、こういう11月の少しあったかい日にはい、ということで、はい、去年と同じやり方をしたいと思うんですけど、はいはい、忘れたな、ね、ちょっと待ってください。ちょっとこっち映ってる。こっからちょっと生えてきましたね。この間私庭をね、はい、やりましたよ。じゃあちょっと映しますよ。まあ多少は綺麗になりましたね、うん、うわーとなってたからね。そう、ありがとうございます。去年に引き続きこの方法でやりたいと思うんですけど、うん、お水に、うん、台所用の中性洗剤、あ、それを少し入れてこうやって泡立てて、うんうんうん、でこのスポンジをまずは窓をこれできれいにして、はいはいはい、スポンジで、ね、汚れを取って。そうやった。昨日買いましたが、うん、スクイーズやったかな。なんかそんなやつですね。それでうちではワイパーって呼んでます。水分を拭き取るということで、はい、はい、それだけでいけんね。これだけでいけるっていうので。そうや、わかった。簡単やねんや、うん、思い出しました。はい、というとね、こういう窓のサッシのところね、サッシの下のところね、これね、うん、こういうのちょっと昨日見つけてきて、うん、どうやらこれをここに装着して、そうなんのか。で、水を流しながらキュッて押すのかな。出るよ。で、シュッ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 という感じみたいで、別々でも使えるという。ああ、それでもいける。そうそうそう、これでもピーってやってもいいし、ここにも入れれるという優れものやなと思ったから買ってみました。100均です。あれはね、古いやつですけど、ね、古いやつやね。これでね、うん、網を拭いてんね。はい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 、ここに入れれるんやね、なんかそうそうそう、タオルでも挟んだ、タオル挟んだりもできる、うん、そういうようです。はい、ということで、はい、今年もこの方法でやってみたいと思います。頑張ります。さあ、そしたら僕が、私やりますよ。この汚れを無性に取りたくて取りたくて。お願いします。いいですか、はい、最初トップバター、失礼して、はい、いただいて。いや、もうずっとやってもらっても全然いいんですけど。いいの、はい、じゃあいきますよ。はい、もう撮影係で大丈夫ですよ。いいですか、はい、結構これよしかちゃん汚れてんな。汚れてます。いきますよ。あ、結構結構泡立っちゃう。水もっと入れる？分からん。一回これでやってみようか。スポンジでやるっていうことがね、びっくりやったね。簡単やね。ね、あんまり洗剤多すぎても取れないんだよね。うん、そう。困るんだよね。だってワイパーするだけやからね。ね。またワイパーって言ってて。ちょっとこれ触りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、でもワイパーしなあかんね。やりたいけど、やったら怒られるからやりません。ヨシカルールです。はい、ヨシカルールで。はい、うわ、
すごい、やっぱり新しいスクイーズはすごいすごいです。スクイーズで合ってんのかな、なんかそういう名前でしたね。うん、茶色すごいやん、一発でいけるやん。ビルとかで窓拭きしてはる人さ、よくこうやってシュシュシュピッキューとかってやってるんで、ちょっと筋が残るか、ちょっと残んな、うん、水洗いだけでやったらどうなんかな、洗剤が多いのかな、洗剤が なくて、うん、やってみたらどうよ。こっちでやってみようか、比較、ね、水がいいのか比較してみます。じゃこれでかな、はい、オッケー、綺麗になった。この静かもとでいい。あ、綺麗になった。やっぱり綺麗になった。あ、だからそのスポンジで頑張らないとわかんねや。そういうことね。うん。いけた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 。汚れがひどいところはちょっと洗剤つけるとか。混ぜるな、危険。こっちは洗剤が残ってると思う。あ、洗剤が残ってんのか。なんかちょっと筋がね。ね。ちょっとこれで やりますね、うん。これをちょっと持っとこうか。いいよ。いいの。うん、やろうと思って取り上げたやろうとして、いや両手でやった方がいいと思う。洗剤が残るから。あ、洗剤ってむっちゃちょっとでいいのよ。これね、洗剤が残ってるわ。で、水を取ると、はい、なった、綺麗なった。ちょっとやらして やらしたい、 やりたい やりたい、見てたらやりたくなるよね。ここでな、ちょっと頑張らない、うん、ここ、あ、そこを頑張るんか、軽くやってるから、ね、はい、そかそかそか、ダメ出しが入った、くそー、料理ちゃうときはね、生き生きするんですよ。背負って、ちょっとビルの下なんか手慣れたみたいになってるけどさでもそうやったらその肩が残ると思うねんな。ほんまに、うん、まっすぐちょっとカッコつけすぎました、はい、今年はじゃあそれでいこう。あんまり洗剤はつけないってことでね。そうやね。ね、つけないでおこう。じゃあこの下やりますわ、私。やっちゃおうか。やります。うん。取り合いになるわ。今度はよしかちゃん。よっしゃ。うちはね、何でもね、取り合いなんですよ。どっちもやりたがりやから。まあよしかちゃんの方がやりたがりはちょっと上かな。よしかちゃんのお父さんもそうやったから。すごい。なるほどな。あ、よしかちゃん、網戸があるの忘れた。よしかチャンネル。網戸を拭くのは、うん、雑巾で拭こうと思ったけど、古い靴下をね、うちね、雑巾用に残してるんで、はい、それちょうどはめれるんちゃうかなと思って。はめれるかな。なんかね、雑巾をこうつけてても、うん、取れてくんねん。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じ。これどっかのね、あの、宿泊した時にくれはったって、こういう旅型の靴下。それよしかちゃん、伸ばせれるん知ってる？え？棒伸ばしてる？棒伸ばしてる？お、すごい誇り。そうやねん、だからね、先にやっとくべきやったね。 あ、でもそうでもないか。そうでもないか。いいやん、これ靴下用法やった。皆さんこういうのがあれば靴下を剥がしてやってみてください。横もやった方がほんまいいんですよ、網目なんで。うん、あ、なるほど。すいません、口だけ動かしてすいません。私はやりたい派なので。ゴミはどうですか。うん、外にね、出ていってる。私もこっち側であんま置いてきてないなって、うん。ここはね、うん、よしかちゃんで身長がね、足りませんので、じゃあここは無理だ。そんなに変わらないけど。これお願いします。これで、はい、こうやるだけ。うん、そこから僕を、ね、あ、でもなんかこのハケやりやすい、うん、まず一つ目の方法ね、水をもうちょい流したいね。
水がちょっと勢いがもうちょい欲しい、ね、うん、じゃあちょっとやっていい、じゃあちょっとやっていい、それそんなしか出ない、結構硬いねんな、ちょっと待って、これしながらやったらどうなる、ちょっと貸して、ちょっと貸して、あ、締めすぎてんのかな、ほらちょっと軽めにやってみます、こうして、はい、お願いします、あ、出へん、普通にペットボトルでトロトロって流した方がやりやすいんちゃう、こうして、なんか便利なのか何なのか確かにわからないね、新聞紙を、あ、そんなひたひたに濡らしてみない、わからない、初めてだから、うん、これで窓の内側を拭きます、これで拭いてみよう、うん、ギザギザに、ギザギザの文字がわかんないけど、ギザギザ、ちょっと読んでなかった、しっかり取説を読む、私が文法を読んでなかった、で、空拭きするの新聞で、うん、そう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 、なんかね、確か去年それ教えてくれはった人おったよ、いたはったかな、うん、これはね、円を描くようにと書いてました、あ、もっと濡らさなあかん、あ、乾いちゃった、確かに言うもんね、あれ、確かに綺麗に取れた、綺麗な味、ママ、それ教えてもらってたけど、やったの初めてやな。あった、初めて。あ、ほんまや。綺麗になった。すごいです。新聞紙で油分を取ってんのかな。油分かしらんけどさ。あ、なんかこれはしんどい。しんどい。交代しようか。この作業はしんどい。これは力がいって。しんどい。そうだね。さっきのね、スクイーズって言ってましたけど、間違ってました。うん。スクイージー。そんなイージーなこと忘れて。じゃあ、よしこちゃん、交代しますわ。じゃあこの大きい窓をお願いします、はい、そこは丸めて、うん、そう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 、うん、綺麗に丸、結構しんどいね、確かに、すっごくしんどかった、ギザギザってこれやね、ギザギザハートの曇り歌、あ、でもちょっとムラになるな、ギザギ、ちょっとムラがありますな、ちょっとまだ開きませんな、わかった、肩が行くのはもう濡れてきてるからや、新聞が、だから変えよう、これはちょっと難しいな、難しいかな、いやでもいけてるいけてる、しんどいわこれで、すごくしんどいけど、あのね、はい、本当はサッシからやるみたいでしたね、あ、正式にはね、正式にはね、でもね、うちサッシからやったらちょっとドロドロすぎて、うん、窓もちょっとさっき汚れちゃったもんね、うん、だからうちはちょっといけたサッシはちょっと力がいいね、あ、でもいけた、新聞紙がそう濡れたらあかんってことやね、濡れたらあかんわ、濡れたらもう肩が痛くか、肩が痛いか、こんなにでもね、どんなに火が当たってたらね、あかんねん、最適ではないみたいよ、そこまで言うてられへんね、言うてられへんもん、お掃除の予定の日があるからね、うん、暖かい時にしたいしね、うん、仕事の合間にやりますんで、そうよね、どうかしら、あとは雑巾で空拭きしたら、はい、終わりです、はい、はい、完璧です。久しぶりの、はい、ね、うん、あれを、はい、あれなんか聞いたことあること、どっかに聞いたことあるなりますね、はい、あれに行きたいと思いますね、はい、はい、じゃ
着しました。はい、到着しました。久しぶりや、はい、お母さんに作ってもらった。またまたちょっと薄手やから、今日みたいな暖かい時じゃないともう着ることがないと思って慌てて来ました。あ、そらエプロンしないとね、カレーと。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日頑張ったからみんなに参加。3つがいいか2つがいいかってね、うん、聞いたんだけど、ね、そんな大きくないよって言われたんで3つって言っちゃった、ね、そしたら大きかったです。はい、いただきます。ちょいんだよね、これ毎回やけどするから。これ私早く食べてください、はい。うん、あ、おいしい。こっちに回ってるか。うん、おいしい。うっ、これが沈んでいっちゃう。このエビがおいしいのね。中に入ってる？なんか入ってる、入ってる、うん、入ってるわ。いい、真ん中も何入ってた？ここね、スタッフ食ってもなんかドロッとしてる感じ。まだあったよ。うん、食べたよ、いっぱい。でも、あったもん。あった。2杯食べた人みたい。今日は本当にお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。乾杯しましょう。はい。ノンアルコールでさっきはね。もうね、食べ過ぎて動けませんけど。そうそうそう。おうどんも食べましたけど。はい、はい、お疲れ様でした。カレーの味する。それをね、かき消そうとね、口の中はね、うん、やっぱり私、やけどしちゃった。上っかのほうと、ん、ベロも少しやけどした。ちょっとお腹空いてて、慌ててね。慌てて食べて。ちょっと、もうこう、ふう言いながら、うおって言ってもらうからね。そうそうそう、そう。やけどした。ということで、ちょっと、デザートということでね。はい。これなんですけど、セブンイレブンでね、うん、セブンイレで売ってるんだけど、好きやわ。ホワイトチョコラスクがすっごく美味しくって、食べたことあります？皆さん。美味しいんですよ、これが。お手頃だしね、うん、はい、はい、じゃあこれちょっと食べたいと思います。どうぞ。こんなんです。結構ね、しっかりこう分厚いっていうか厚みもあって、久しぶりです。うん、うん、うん、おいしい。何これ、これ。うん、うん、まあ、冷蔵庫に冷やしてたからね。うん、うん、さらに美味しい。これもあります。山屋に行ったらこれが売ってる。イタリアのお菓子なんだけど、うん、チョコレートも前回買って、うん、美味しかった。今回はちょっとバニラみたいなね、うん、このシリーズ、ね、他のもやつ買ってみよう。ね、うん、こんな感じです。海外ね、どこの国かな。さっきお話ししましたよ。え、言ったっけ。最近ね、動画をアップするのが、うん、いつもは水曜日なんだけど、うん、水曜日、土曜日なんだけど、うん、ちょっとここのところ、あの仕事とかいろいろと忙しくて、木曜日にアップすることがちょっと増えてきちゃって、ほんとすいません。ちょっとしばらく木曜日にアップになるかな、うん、なるかな。まあ水曜日に行けるときは水曜日で、うん、木曜日になるときは木曜日。この動画どっちになってんのか。木曜日に多分なってると思うんですけど、すいません、水曜日か木曜日に出ますということで、前もってそれはね、うん、
もし木曜日になりそうだったら、うん、あのコミュニティに、ね、あの出させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。今日でね、全ての大掃除が終わったわけではありません。終わったわけじゃなく、ちょっとね、寒い外でする窓とかがね、うん、網戸とかが一応一通り終わったかな。そうそう、寒い作業を今日終えたって感じですね。感じやね、うん、あとはちょっとした中のこととか、うんうん、ちょこちょこまた年末までにできたと思ってます、うん、キッチンはもう完璧です。キッチンはもう毎日完璧です。毎日完璧。じゃあ僕もちょっとずつね、はい、仕事場の、うんうんうん、掃除していきます。はい、私もこうかね、うん、やっていきたいと思います。 Now we're back here once again. Holidays and cheer. But now I got my eye set on you. Oh, I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Walking through the valleys. Oh, oh, oh. I've been trying to tell you in every way, but now I'm getting done. I'm not going away. And right around the mistletoe. 今日も最後まで私たちにお付き合いくださりありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタ私目線で発信してますので、フォローしていただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた次のヨシカチャンネルでお会いしましょう。さよなら。さよなら。